はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。皆さんじゃない。本日のバズフィードさんの診断実験できてます。よろしくお願いします。激ムズクイズ。福島の方言、どれだけ理解できる福島出身者が出題します。皆さん、福岡じゃない、福島にゆかりはありますか？あればですね、ありません。やっていきましょう。福島さ、来たら薄皮まんじゅうと、ママドールでも食ってちって休んでいきんせ。ママドールって何？うまそうだね、なんか。ママドール？なんかちょっとさ、高級な洋菓子でさ、マドレーヌっていうのありますよね。フィナンシェとマドレーヌ。あれとは関係ないのかな？あ、これあれだろ？首がペコペコするやつ。日本で3番目に広い県、福島の方言クイズです。正しい意味を選んでね。うるかす。うるせえかす野郎だろ。水に浸す、お湯を流す。うるさいバカの意味。うるさいバカ、あれだな、そういうことだな。うるさいかす野郎のことだから、うるさいバカの意味だ。え？水に浸す？あ、ふやかすってこと？マジか。次行きましょう。んだんだ。あ、これは言うよ。これはね、ワイの住んでる某地域でも言うわ。まあ、あれだ、かっこ同意みたいなやつだな。そうそう、そうそうだよ、そうそう。はい、オーケー。んだんだってこれ表現なんだ。いい塩梅。いい塩梅ってことだろ？ちょうどいいってことだろ？いい塩梅。あ、ほら、ちょうどいい塩じゃん、これよ。おい。ほら、お湯加減などがいいときに使う。いい塩梅。うっつぁしい。うっつぁしいだろ？鬱陶しいの略だな。鬱陶しい。鬱陶しいってのは、すなわち、煩わしい。うるさい。邪魔みたいな感じだろ。あ、うるさい、あった。これや。これや。うっしゃー。もう、鬱陶しいから来てんだろうな、うっちゃーしーってな。サスケねえ。サスケねえな、おい。ちょっと待って、サスケねえ。サスケねえ。え、どういうことだろう。ちょっと、選択肢見ましょう。さすってあげる。え、違うでしょ。ねえは何々ねえの否定だろう。濁っている。問題ない。あ、すけねえだよ。すけてねえ。要するに、ノットスケルトンだから濁ってるってことやろ？うわ、問題ない。サスケねえ。差し支えがねえかよ。こんなんわからんわ、おい。シャで。シャでシャで。まあ、そうやで、みたいな感じだろ。スコップを弟仕方がないって。シャベルを？シャで？いや、これはないな。仕方がないって、シャでシャで。シャでシャでしょうがないって、って励ましてんだろう。違ったよ、正解は弟。長男のことはセナという。マジで？ちょっとこれはガチ方言っすね。由来が謎だもん。ズネー。ズネー。お、そうだな、みたいな感じだろ。お、そうだな。浅はか深い大きい。え、ズネーだろ？ズネー。浅はかじゃない？ちょっとネガティブな感じするんですよね。ズネーって。濁点プラス否定語でしょ？ズ、ない。頭がない。浅はか。頭悪いってことだろう。全然違った。すいません。正解は大きい。アッパ口。口でかい人のことじゃないですか？口を開けているよ、様。何かを突き破る様子。口開けてる様ですね。アッパ口。なんだっけ、春日がさ、春日さんってわかります？若林さんじゃない方。あの人がさ、アパーって言ってんじゃん。口を開けて。あれから俺はアッパ口を連想したんや。はい、じゃあ次に行きましょう。くたびっちゃ。くたびれてるってことだろう。要するに、なんかしなしなヨレヨレみたいな。新しい靴履く。あ、これ疲れてたな。タイヤードや。
うん、OK。ごせっぱら焼ける。ごせっぱら。世話が焼ける？うん、手間がかかる？しょうがねえやつだな、みたいな感じだろ。ごせっぱら焼ける。もう少しで魚が来る。いや、それはないだろう。腹が立つ。腹渡煮えくり返るみたいな感じじゃない？腹が立つ。お、けえ。日食のクラスケッツォデレスケが、謎すぎるだろ、これは。日食のクラスケッツォデレスケが、もう、もはやさ、なんか、海外のラングエッジを喋ってるかのようにな。日食のクラスケッツォデレスケが、みたいな感じで。バカ野郎、引っ張ったくぞ。それはいいね、出かけよう。デレスケがっていうぐらいだから多分、デレスケ、バカ野郎のことじゃない？おっしゃ。正解は、あ、ちょっと待って。正解はバカ野郎引っ張ったくぞという意味。主に子供を叱りつけるときに使うんだ、このラップでな。お、日食のクラスケッツォデレスケが、ってな。おーん。ってことで、11問中7問正解。あなたは上級県民レベル。年寄りの言葉を半分も理解して、あんたは、ん？滝桜？うん。ようわからんけど、まあ、三択なんでね。あと、ある程度なんか、原型が残ってるのもありましたよね。ってことで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。